ハロー、ニメハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第248回配信を撮っていきたいと思います。現在モードナの出現のところですね。モルボルさんがいっぱいいる地帯を抜けたところ、ここに1個クエストがあったので、私のキャロットちゃんをちょっとやっていきたいかと思います。またここが迷路みたいになってるんですよね。しかもここはフェイトが先ほど発生していて、ちょっとしばらく待ってたっていう。じゃあ行きますかね。大丈夫かな、レベルギリギリなんですよね。うおー、キャロットじゃん。これがキャロットじゃん。ちょっと我が輩の知っているキャロットとはだいぶ様子が違うなっていう。人参感があんまりない、このまるでモルモルさんの強化版みたいな。さてこれでよろしいかな。あ、キャロットちゃんを討伐、これでいいですかね。で、あとはもう戻るだけなのですが、その前に帝国式の敬礼をやらなければいけないのですが、ちょっとこのジョブだとレベルが足りないので、ないと。じゃあ行きますか。遅い。あ、ですよね。ちょっとここは通過させていただいて、ここも通過させていただいて、この辺めちゃくちゃ敵いるんですけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。どうしようか、この辺から上がれる？お、いけそう。いや、いけない。うおー。いける。ここが帝国の、すごい、玄関前までいける。どうかと思う。この警備どうかと思う。かっこいい。うん、乗り物もあれですね。現地に合ってますね。さて、あ、めっちゃ門の前、あー、ちょっと待って、入れる。あー、すいません、すいません、嫌な汗が出た今。この辺、これか、指定地点に。かっこいいね、帝国の門。ふふふ、これにいずれ挑むのかな。天気が良くなってきました。じゃあ指定地点まで来ましたね。なっ、あー、敵が強いか。2体だからまあなんとか、うん、推奨レベルは伊達じゃないですね。そして今度こそ指定地点。さあ
けれよ。異常なし。見回りご苦労である。このモードナに不穏物資が潜んでいると、少し前に匿名の密告があったらしい。我々はカストリムスセントリーに帰り、哨戒隊の再編を行う。見回りの頻度を上げるぞ。うん、覚えましたね。あとは、あとは現地というかあれですね、戻るだけかな。こちらに、あ、もう全部報告ですね。あとこっちのクエストがまだ終わってないですけど、東側なので反対ですね。あそこもヘブナンストールまでワープです。さて、町まで戻ってまいりましたので報告をしていきますかね。キャロットちゃんを倒してきてくれという、あのとってもキャロットじゃなかったアガンボルトさん。まさか最強の敵キャロットちゃんを倒すとは。お前の力認めないわけにはいかねえな。やつはかつて物好きな貴族が愛玩用に飼っていたモルボルだ。先祖返りしたとかで飼い主の元から逃げ出し、あの通り凶暴化したってわけさ。舐めてかかって死んじまった冒険者は数知れず、俺の尊敬していた冒険者もこいつの息の臭さに引退を決めたほどだ。だがそれも今日で終わりさ。今日からお前はレブダンツトールの一員だ。一緒にこの拠点を盛り上げていこうぜ。お、一個くれる。どれでもいいけど、お、さらに次の笛は。じゃあアガンボルトさんに次の笛を受けていきましょう。じゃあレベル45クエスト。あ、またまたもや戦士が取り残されてしまう沼の掘り出し物。レブナンツトールのアガンボルトは冒険者に頼みたいことがあるようだ。受注。出陣に自生するタンダルスギモナの根は煎じて飲めば腹下しに効き、傷に塗れば可能止めになる。ここらの冒険者必携のありがたい万能薬ってわけさ。普段は俺も切らさないように持ち歩いているんだが、この間聖恋なく調査団で仕事を請け負った際に仲間に分けてやったら手持ちが少なくなってきしまってな。お前よければ取ってきてくれないか。タンダルスギモナの根を8つほどだ。よろしく頼んだぜ。お、まあ、あとあれですね。ナイトで行きますかね。はい。あれ、なんか上から降ってきた人が。これなんだ。あ、あれはあれか。上にあったクラフターかなんかのクエストが上に1個ありましたね。じゃあシドさんにお話を。どうだ、使えそうなクリスタルは見つかったか。調査を終えたらライハ測定器を返してくれ。どうぞ。なるほど、4箇所が使い物になりそうか。これなら十分だ。助かったぜ。まあ使わないで済むことを祈るばかりだがな。おお、持ってないが作れるんだよねこれ。お、これは持ってない。持ってない。悩むところ。でもどれもね、作れるには作れる。あ、これもらっとこうかな。さて、次のクエストがシドさんでもアルフィノさんでもなく、あ、向こうの彼かな。あ、そうですね、今話できる。必ず成功させようぜ。イエス、アルフィノさん。はいはいはい。兵器生産に用いる資源を採掘している。これは前に聞いたやつですね。じゃあ
グラウムントさんに話を。どうだ、帝国式敬礼を覚えてきたか。あ、わざわざ見せなくてもいいぜ。嫌なもん思い出して殴りたくなっちまったら大変だ。準備ができたならそれでいいさ。エモートアクション帝国式敬礼を覚えた。うん、双剣忍者持ってるね、ハイクオリティを。これは装備できないし、これまだなので、これがね、納品で使えるんですよ。ユーロングボウコンプリート。そう、隣の方、サルク・マウルクさんに。グラウンドさんもいいのかな。じゃあこちらの方に聞いていきましょう。レベル46クエスト、帝国兵なりきり装備。ほほ、レブナンツトールのサルク・マウルクは冒険者に調達してほしいものがあるようだ。受注。グラウムントさんから計画を聞きましたよ。何でも帝国軍に捕らわれた同胞を助け出すのだとか。同じ冒険者として私も協力しましょう。これは女子男子わからぬ、一切わからぬ。え、ラダフェルはわからんな、性別が。侵入に使う帝国兵の兵装を用意しなくてはなりませんね。それに顔を隠すための兜も必要でしょう。下手に裏の道を使うと足がつきます。正々堂々帝国兵と戦って手に入れる方が、この場合は逆に安全です。シドさんとグラウムントの話では、侵入するのは3人、あなたとビックスさん、ウェッジさん、3人分の兵装と兜を手に入れましょう。紹介中の帝国兵がよく目撃される場所を地図に記しておきました。どうぞお役立てください。そうそう、兵装と兜を手に入れることができたら、私に一度見せていただけませんか？いただけますか？何？悪いようにはいたしませんよ。何か分かりやすいことをしてくれるのかな？なんかすごいセットだよね、この二人。あまり一般的に一緒にいる感じじゃないというか。さあ、この3人で行くの？うん、どうしようかね。これが気になるには気になる。でもまた後でこっち行けっていうのがなんかあるのかな。ちょっと置いとこうかな。2箇所、なりきり装備と掘り出し物。じゃあ行ってきますか。じゃあちょっと近場までワープでいいかな。では反対だ、あっち。んー、じゃあまた近場までワープです。ワープ。さて、湿地帯のところまでやってきまして、まずサブクエストのタンダルスギナモの根を回収していきます。8個か、絶対何箇所かは敵が出る。お、出ない、ひょっとして出ないかもしれないけど、モルボルさんが邪魔だな。やっぱり。じゃあこれ回収。あと3個。中のどっかにある。ん、あと1個が見つかりま、あ、あったった。
あ、あと1個じゃない、あと2つある。んこの中にはもうない。見づらい。あ、あるある、あるけどいけない。いや、こっちからいける。あと1個、こっちも外れちゃうよね、エリアからだよね。あるけど、そこか。これで全部。あのマークなんだろう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、今はちょっと置いとこう。だ、通れないんだここ。邪魔だ。あ、そうか、帝国兵を倒して装備を剥ぎ取ってこいって話だったね。ちょっと今このちょっとフィートはちょっと置いとこう。見づらい。あ、そうだ、ここのね、よいしょ、セクトールなんか討伐対象、戦士さんの討伐対象、戦士っていうか斧か、あ、違うな、このシグニヒュエルさんだな。こっちへ。よし、これで。多分討伐が終わったかな。ちょっと戻そう。え、でも別にこれ、まあ不術師戦士でもいけるけど、ナイトの方が安全かな。さて、他の帝国兵さん、これで、そうか、兜と
鎧を集めてるから6回戦わなきゃいけないのかな。意外とめんどくさいですね。よし、これで。カモン。あと2体ぐらい。あ、待って、取れる相手が違うのか。だんだん厳しくなってきたね。あとは、あー、戦わなくてよかったのに。これであとは戻る。往復が多いですね、やっぱり。意味なくシェルドローンを。さて、ではちょっと待ってよ、ジャーナルを一応確認。あ、もう戻ればいいかな。沼の振り出し物ももう倒した、てか回収したので、じゃああとはまた戻りますかね、レブナンツトールへ。ではレブナンツトールまでワープです。さて、レブナンツトールまで帰ってまいりました。ではアガンボルトさんに、これ座ったまま話ができるといいんですけどね、立っちゃうんですよね。よう、あんた頼んでいたものは取ってきてくれたかい。さあ、なんか根っこを取ってきました。そう、これだ。この辺りを根城にする冒険者にはこいつは必需品さ。ありがとうよ、助かったぜ。ではコンプリート。あれ、次の供養が立っててますね。じゃあガンボルトさん、次の供養受けていきますか。レベル45クエスト結晶樹。レブナンツトールのアガンボルトは冒険者に協力してほしいようだ。受注。そこの同業者、俺の頼みを聞いていかねえか。血とエクトプラズムの触媒が必要なんだが、手を貸してほしいんだ。手に入れる方法はこうだ。まず曹操峠でいいかな、曹操峠でプラズモイドって魔物を倒して、プラズモイドの触媒を手に入れる。次にそれを結晶化した木に巻いてしばらく待つと、プラズモイドの触媒の持つ雷気に反応して結晶化した木が雷を帯びるようになる。するとどうだ、狙われているとも知らずにエクトプラズムが寄ってくるんだ。そいつを倒せば目的の品が手に入るってわけさ。欲しいも理由だと。ああ、その細かいことはいいじゃないか。それじゃよろしく頼んだぜ。なんか歯切れが悪いっすね。アガンボルトさん、どうしたんじゃろう。欲しい理由が何か言いづらい。どうしようかな。今回ここまでにしておこうかな。上、あそこにもクエストがありますが、じゃあこちらの方、サルク、間違えた。サルクマーラ・ウマウルクさんに、どうしようかな。話だけ聞いといたら終わっとこうか。
帝国兵のへそ、それに兜は手に入りましたか？手に入れることができたら私に一応見せていただけますかということで持ってきましたよ。これもおしゃれですね結構。うん、やはりそうでしたか。戦いで傷んでいると思っていたのです。戦闘跡が残っていると怪しまれてしまいますね。この兵装と兜を修理しなくては。防護性まで完璧に修繕するのは無理ですが、外見だけそれらしく見えるようにすればいいんですよ。兵装はウルダ派の裁縫師ギルドに、兜はリムサドミンさんのカチューシギルドに、それぞれ持って行っていただけますか。各ギルドへは私から連絡をしておきますので、そこから足がつくことはありません。どうぞご安心を。これはちょっとあれだぞ、旅をしてこないとダメだぞ。なるほどね、わかり申した。じゃあウルダ派とリムさんに行かなければいけないので、じゃあついでに前回っていうか、だいぶ前かな、だいぶ前にほんと闇鉄鋼を納品してこようかな、採掘しギルドまで。では今回はここまでにしたいかなと思います。次回は多分、ウルダ派あたりからスタートしてると思います。ではご覧いただきありがとうございました。ではまた次回配信でお会いしましょう。失礼します。